逆転裁判3実況の続きをやっていきます。では前回ですね、法廷にて、被害者のが、トレビアに来る前に医者に行っていたと。でそれもなんか喧嘩をして殴られて鼓膜が破れたから、その耳に入れる薬をもらっていたと。でその薬袋だけがあって中身がもう入っていなかったということで、その薬にはあんまりもう関係ないのかもしれないから、その下手な異議は許されない、どうする。で薬のことを追及するか、もっとねやめておくか、ちょっとこれでも追及し、これ2個消えるんだよな、ペナルティが間違えるとね。でも追及しよう、どうなる。先ほど護道健二はこう発言しました。岡隆夫はトレビアンであの薬を使用した。それならばなぜ薬は消えたのか。そうだね、薬側を使用したとはいえ、その何空になったものは残るよね。全部使っちゃっただとしても、でもそんな全部1回分とかっていう薬じゃない気がするけど。しかしその薬は耳に使う外用薬ですぞ。現場から消えたという事実は変わりません。そうだね、その薬の種類が何であろうとなかったんでしょ。少しでも疑問が残る限り弁護側は審理を求めます。そんな薬に意味がないことはあんたも分かってるだろうぜ。医者が出した薬に青酸カリが入っているはずがねえ。ウェイトレスが運んだコーヒーにも青酸カリが入っているはずはない。でも実際には入っていた可能性は変わりません。もうかっこいいな。ぐー、うん、もう結構です。なんで。護道健二、検察側が用意した証人はこの刑事だけなのですか。健二さん、健二さん、護道さん、自分が今朝連れてきた証人がいるっす。事件当日レストランにいたおじいさんすけど。五十嵐さん、五十嵐じいさん、五十嵐翔平か。後に餌をやっていた。わかりました。小さな薬が消えたのは些細なことです。しかし前回の裁判でその問題は一切触れられなかった。それが私には気になります。やったよなるほどくん。よしよし、ここで終わりじゃない。おお、休憩。一旦ここで10分間の休憩を取ります。検察側は新しい証人の準備をしておくように。くどうやら残りの6杯で決着をつけるしかねえようだな。もう11杯飲んだの。それでは休憩に入ります。で休憩中は逆に飲まないんだ休憩中に飲んどけや。休憩中にの飲まないで、その審理の途中にしか飲まないんだな、コーヒー。同日午前11時3分地方裁判所被告人第一控え室。いやー危なかったね。うん、死ぬかと思った。それはこっちのセリフっす。私のセリフだよ。実際ちょっと死んでたかも。え、出したらここにいる3人みんな死んでたみたいっすね。糸の子先輩ひどいっす。裏切り者っす。え、私を助けてくれるって言ったのに思いっきり首を絞められたっす。あ、でも仕方ないんじゃないかな。そうだね、検察側というか警察だからね。糸の子さんもほら仕事だし。鈴木、嘘と裏切りには慣れてるっす。でも今回のは腹に一発ズンときたっす。もう嫌いっす。顔も見たくないっす。あー糸の子さんかわいそうだよ。そんなこと言わないで。控訴してくれたのは糸の子刑事でしょ。だって次の証人ってあのおじさんだよね。あー五十嵐さんね。制服と豆が大好きな。豆は好きかわかんないよ。きっと手強いと思うっす。しっかりしたおじさんっすから。しっかり、まあ確かにしっかりはしてるけども。頑固そうだしね。大丈夫奈良田くん。あ、しっかり受け止めてやるさ。あの豆をこの顔面で。おお、いいねいいね、気合いたっぷり。マコ、
お前を助けるぞ。同日午前11時15分、地方裁判所第4法廷。それでは審理を再開しましょう。護道検事、次の証人をお願いします。コーヒーを飲みながら賞を楽しんだラッキーな老人、入廷させてやってくれねえか。お豆持ってくんな。豆、お前それ投げるだろう。豆置いてこい。豆、何者だあんた。手前、五十嵐翔平と申す者。生まれも育ちも下町でございます。あれ、五十嵐さんこんな声だっけ。義理と人情にはちと熱いけれども、ちょっぴり涙もろい。あ、いいやつじゃん。いいやつ、一番いいやつ。鼻が痛そうなんだよな、プルプルして。いやいや、それはいいから、職業を聞かせてください。職業無職じゃろ、だってバイト情報誌、仕事情報誌見てたくらいだから。仕事ほら、痛いとこ疲れちゃったじゃん、アンパンマン店の顔して。いいか、若いな、このケーキでモンツキが売れると思うか。モンツキ、わしは職人なのだ。和服に家紋を書いておる。紋章上絵師という下町情緒あふれる家業を営んでおる。あ、そうなんだ。すごい、ちゃんとした本当の職人さんだった。わあ、職人さんだよ、下町っ子だね。一丁、私も書いてもらおうかな。すぐそうなる。ま、本職がさっぱりなのでな。最近はハンバーガー屋のレジで無理やり笑顔を浮かべておる始末。あ、すごい頑張ってる。他のバイトしてた、ハンバーガー屋でバイトしてた、スマイルを売ってた。キッチンに引っ込んでろよ。そうだね、よく受付っていうか、一番お客さんに目立つところ担当にさせてくれたね。証人、あなたは事件当日現場のレストランにいましたね。さよ、豆食ってコーヒー飲んでましたな。豆、こいつですわい。あ、食ったりもすんだ。それ食ったり投げたりすんだ。一日の消費量半端ねえな、その豆。その豆が原因で家計圧迫してるみたいな。豆が家計を圧迫みたいなことない。じいさん、あんた見たんだろう、あの日。よくぞ聞いてくださった。その通り、わしは見た。そいつを話してみな、聞いてやるぜ。あれよった、どうか心して聞いてもらいたい。元気なじいさんだな。オッケー。もう一人見てないかな。見てないんだよな、きっとな。目撃したこと。その客はスポーツ新聞を読んでおった。出た、スポーツ新聞出てきたよ、ここに来て。ほうほうほう。女給さんがコーヒーを運んできたのだが、中に何か入れたのだ。入れた、それを見てんの。ん、客がそのコーヒーを飲んだ瞬間、いきなり苦しみ、そして倒れた。女給さんの正体こそ被告席の不女子、よく覚えておる。それだけか。ダメだな、このじいさん来たことに。女給さんは、女給はよくありません。ウェイトレスさんですな。かーなぎかわし、あんたみたいなじいさんまで西洋かぶりか。西洋、わしに言わせればトイレは便所、ティッシュはあくまでちり紙。はあ。皆様方、もっと自分の国の言葉を大切にしてはいかんですぞ。では、そういうことで尋問をお願いします。それはさておきみたいにやれされたな。はあ。まあ、尋問していこう。はい、尋問始めます。目撃したことを。その客はスポーツ新聞を読んでおった。揺さぶる。被害者の岡隆を見ていたわけですか。まあ気になってはあった。黄昏山の全焼の行方は。あー、はいはいはい、相撲のね。相撲関心があったのは被害者のスポーツ新聞か。そうそう、その中身というか記事をが気になってたのね。あのレストラン
テーブルの間に仕切りが立っていますね。そうだよね、すごい覗いてたってことだよね。だから見るためには。それがなんだ。被害者が見えたということは、もうそうか、どこに座ってたかっていう。でも後ろの席だよね。あれ違うんだ。おじさんは被害者の向かい側のテーブルにいたわけですか。そうか、そこだったら見えるね、チラチラか。あ、わしはコーヒーを飲むためにレストランに行っておる。テーブルに座るためではない。そんなの覚えてないわ。いや、それ覚えててほしいな。毎日行ってっから忘れちゃったのか、その日にどこに座ってたかなんて。いや、覚えてるだろ普通。ウェイトレスさんを見に行ってるくせに。まあね、女給さんがコーヒーを運んできたのだが、中に何か入れたのだ。揺さぶる。それは重要なことです。間違いありませんか。重要だね、これ重要だけど、本当に見たの。この商品、すっとこちょいでもおっちょこどっこいでもない。おっちょこちょいでよくない。すっとこちょいでも、すっとこちょいとおっとこどっこいは聞いたことない。どっちも、どっちも聞いたことがない。まあいいか。はあ、視力だってしっかりしとる。両目ともかだ。何その眼科。その結果、そ何 0. 点いくつとかじゃなくて、何かって有料かみたいな。有料か不可のか。有料か不可、ギリギリじゃん。でもだとしたら有料か不可でしょ。かはもうギリギリだよ。いつの時代に測ったんだその視力。そうか、そういうことか。女中さんがコーヒーに入れた、女中さんコーヒーに入れたのもちゃんと見とるわ。んー、ここはちょっと嫌な予感がしないでもないな。何それ、ちょっと嫌な予感が しないでもない。え、これちょっと揺さぶるよ、もうちょっと。揺さぶったことによって劣勢になる。まあいいか、劣勢になりそうな気もするけど。裁判長、コーヒーに入れたものとは一体何だったのか、証言に付け加えてください。ふんふんふん、ふむ、そうですね、証人お願いできますかな。ほうほう、あれやった。ほうほう、何。間違いない、わしに見せつけるかのように白い粉を。ほうほうほう、見せつけるかのように白い粉だ。それもおかしいよね、見せつけるかのように入れてるのは。でもマコなのか。じゃあ揺さぶろう。本当にそんなものを入れたんですか。おともさ、茶色の小瓶からサラサラとな。気を利かせて砂糖を入れたのかも。砂糖をあんな茶色の小瓶に入れるか。しかし、あんな小瓶とはどんな小瓶ですかな。くっ、こんな小瓶じゃねえかい。おい、来た、そんな小瓶ですわ。これは生産仮の小瓶ですか。被告人が何を入れたか、もう疑問の余地はねえぜ。そうか、そうか。なんでこんなことになってんだ。客がその香水を飲んだ瞬間、いきなり苦しみ、そして倒れた。揺さぶる。一口飲んだだけで。まったくもったいないことをする若造だ。980円の香水だぞ。んー、そうなんだよな、980円だよな、コーヒーは。だけどあいつ58円しか持ってなかったのもちょっとすごい気にかかんだけども。まあいっか、全部飲んでコーヒーの皿まで食ってからしね。コーヒーの皿まで食ってからしねって。いいなぁ、五十嵐のじいさん好きだなぁ。いいね、好きだなぁ。無茶言ってるなぁ。被害者は即死か。生産仮だ、無理はねえ。いきなりこうバタッと倒れて動かなくなりましたぞ。わしの腹の中のコーヒーも急に酸っぱくなりましたわい。わかるぜその気持ち。それでそのウェイトレスですが、やはり。ああ、女中の総体こそ被告席におる不条氏、よく覚えておる。揺さぶろう。よく覚えているということは、そのウェイトレスさん何か特徴があったんですね。まったくこっぱずかしい格好をしよって。はい、太ももに、ママ、そのなんだ。
丸出しじゃないか。どうなんだこら。好きなんでしょ。でも特徴って制服じゃないですか。そんなもの僕にだって着られる。うんうん、顔のこと。なるほどくん、それはちょっと無理があるでしょう。落ち着いていこう、なるほどくん。なだめられてしまった。きゃ、もちろん他にも特徴はあったともさ。余裕たっぷりだな、どうしよう。じゃあさらに揺さぶろう。あなたはウェイトレスを見ているのかもしれません。しかし重要なのはそれが被告人だったかどうかです。うんうん、それは重要。確かにそうですな。証人、あなたが言うウェイトレスの特徴、証言に加えていただけますかな。あれやった、もう加わった。髪を祝いたリボン、それに前掛けの紐がほどけてやった。前掛けの紐。じゃあ一応揺さぶろう。確かに細かいところまで覚えているようですが、肝心の顔は。かあ、そんなもん決まっとろうが。わしは何。この証人はエプロンの紐まで見てるんだ。エプロンの紐がほどけてるって言ったね。でもエプロンすげえ汚れてる。エプロンでしょ。ちょっと待って、エプロン、マコがつけてこれだよね。エプロン、事件当時マコがつけて、小さなポケットと大きなシミ。これはなんか朝ケチャップつけたんでね。これをつけてたんでしょ。汚ねえなって思わなかったんか、お前は。お前はって翔平じいさんは。顔だって間違いねえだろさ。ちなみにリボンは赤でしたな。この通り、観察力に問題はねえぜ。ふむ、ウェイトレスをはっきり覚えているのは間違いない。はんはんはん、どうしよう、少し気になることがあるような。でもさ、紐がほどけていたのは背中だよね。あ、だからそうか、汚れていた前は見てなかったってことだよね。でリボンも、ちょっと待って、リボンとかっていうのもだから、ちょっと待ってよ。これは正面がでつけてたエプロンでしょ。人物ファイルで、これもだからリボンのことを言ってるってことは、そうか、背中のことばっかりを言ってるってこと。だから前のことは言ってない。あ、待って、っていうことは座ってる位置がわかる。ちょっと待って、そっとしておく。紐のことばっかりを言ってない。背中のことばっかりなんじゃない。だから正面のことは見てないからみたいなこと。いや、背中のことばっかりにしよう。あなたの言う特徴、背中から見たものばかりですね。うん、そうだね。リボンと紐がほどけてたってこと言ってたね、エプロンの。背中。もしかしてあなたは、そのウェイトレスを前からは見ていないのでは？くっ、じいさん、言われてるぜ。人物の特徴を聞かれたら、普通は顔のことを言うはず。うんうん、そうだよね。しかしこの証人ときたら、背中の紐に赤いリボンです。まあまあまあ待てい、人を返事みたいに言うな。ちゃんと見ているに決まっとろうが。あ、見てんの。ぬ、おいぬ。それでは証言に加えていただきましょう。あ、見てんだ正面。あなたが見たウェイトレスの前から見た特徴を。あれやった。なんか増える一方だよ、豆のおじさんの証言。早く矛盾を見つけないと、まだまだ増えるぞきっと。うん、前から見て目につくような変なところなかったですな。嘘だろ。いや、これはさすがに嘘だろ。え、ちょっと待って、こんなんさ、揺さぶらんでもう一発突きつけていい。だって前から見て、ちょっと待って、だってさ、待って、前から見たらこれをつけてたわけでしょ。変なところがなかったわけないじゃん。これ突きつけるよ。五十嵐さん、こいつを見てください。きゃあ、貴様に似合いのババッチエプロンだな。飯を食った後の孫の顔を思い出すわ。あ、孫いるんだ。見覚えはありますか。あるわけがない。いやー、それはないと思うわ。そんな派手な前掛け一度見たら忘れるもんか、この大田分けが。ふん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 。ということはおかしいですね。
うん、おかしいですね、皆の衆。なんだ、この大たぬきはあんただと言わんばかりの空気は。あ、ちょっと不安になって五十嵐さん、ちょっと不安になっちゃった。五十嵐さん、このエプロンは事件当日被告人がつけていたものなんですよ。え？あなたの言う通りなんです。こんな派手なエプロンを忘れるわけがない。もし本当にそれを見ていたのならば、あ、つまりあなたはウェイトレスの背中しか見ていなかったのです。そうなんだよ、そんな、これまいった、そういうことになったね。ということは席がこれでだいぶわかるって感じになるのかな。こら証人、笑って許される年じゃありませんぞ。同じぐらいの年なんかな。く、どうやらこの裁判もやっと本物らしくなってきたぜ。本物らしくなってきた。いいか、丸ほど、ここに一つの事実がある。事件当時レストランにはウェイトレスは一人だけだった。それが被告人の鈴木真子さんというわけですか。その通りだぜ。そのたった一人のウェイトレスが毒を入れたその瞬間をこのじいさんははっきり見ているのさ。んー、でもそれが真子だったというのは分かんないよね。前から見てないから。ふむ、いいですかな証人。被告人の運命はあなたの記憶にかかっています。はっきり覚えていることだけ正確に喋ってくれ。任せなさい大将、わしのおむつは元気ですわい。あ、おむつじゃねえ、おつむだったじいちゃんおむつ履いてんのって思っちゃった。おつむだった。バーガー屋でも客の注文を間違えたことなど記憶がない。それは間違えてるけど記憶がないだけだな。多分間違えてんなこれな。記憶がない時点ですでに問題があるような。そうだね。ではあなたの注意力と記憶力が正確かどうか試しましょう。今度はあなたが見た被害者について詳しく聞かせてください。そうだね。被害者のこと、気に障る若造だったですわ。イカれたサングラスをかけてひっきりなしにバサバサと右の手で新聞をめくっとりました、それにラジオを聞いておったと記憶しております。そこに九段の女給さんがコーヒーを運んできて、若造は空いている方の手でカップを口に運んだわけですわ。ちょっと待って、今これ見たいことがある。待って、右手で新聞を読んでたわけでしょ。右手で新聞をペラペラしていた。で、っていうことは空いている方の手でだから、左手でカップをの縁を持って飲んだわけじゃん。ちょっと待って、これはちょっとバザルコロ、勘が今光ってるよ、勘が光ってるでしょ。ちょっとこれ見て、これさ、右手で持たないとここの位置のに口の跡つかないよね。左手で飲んだんでしょ。左手だとしたらこの何飲んだ飲み口、左手だと逆につかなきゃいけないじゃん。ちょっとここ矛盾しない？絶対そう、絶対矛盾してる。これ勝ったな、勝ったんじゃないこれ。でもかといって何、右手と左手が違うだから何って話だねで待って、だから何って話だな。この証言は証人の記憶力を確かめるためのものです。どうやらかなり細かいところまで覚えているようですね。まあ確かにね、覚えてるね。もちろん、わしはあやふやなことが大嫌いですからな。どうする、なるほどくん。僕たちがすべきことはたった一つだよ。そうだね、たった一つだ。あのじいさんの記憶は当てにならない。それを立証する。揚げ足取りみたい、ちょっとやだな。だからじいさんが言ってた右手でペラペラしてたっていうのが嘘ってことか。
左手でペラペラしてて右手で飲まないとあの飲み口にはならないっていう方か。僕は大好きだけどな。そういうことだね、多分。被害者のこと気に障る若造だったでさ、イカれたサングラスをかけて、まあここはいいでしょう。ひっきりなしにバサバサと右の手で新聞をめくっとりました。それにラジオを聞いておったと記憶しております。まあここはいい。そこに九段の女給さんが講師を運んできて、若造は空いている方の手でカップを口に運んだ。ここだな、多分ここでコーヒーカップだよ。空いている方の、これ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 、空いている方の手というのはじいさんが言う空いている方の手は左手なわけだよ。でもこのコーヒーは右手で飲んだ後が残ってるわけだよ。これ突きつけますよ、もうもうね、揺さぶらんでもいい気がする。いけ五十嵐さん、最初に言われたことを覚えてますね。この証言はあなたの記憶力を試すものであること。分かっとる、今度こそ間違いない、絶対にな。間違っとったら豆食いながらハトポポ歌ってやるわ。いや、それはそれで別に歌ってもらわなくても結構なんですが、別に。どういうことだ、なるほど。被害者は右手で新聞をめくり、空いている手でコーヒーを飲んだ。つまりカップを持ったのは左手ということになります。ふん、それぐらいの引き算はできるみたいだな。これを見てください。それは被害者が使っていたものですな。カップの縁にコーヒーを飲んだ跡が残っています。確かに残っていますね、口をつけた跡が。気づくか裁判長、その跡を見ればはっきりわかるのです。被害者が右手でコーヒーを飲んだことが。あれ、それでは五十嵐さん、はっきり張り切ってどうぞ。歌ってくれんの、ハトポッポ歌うの。ここで豆を食べながらハトポッポを歌っていただきましょうか。ガムー、ほんで本気で歌いだしたらそれはそれで面白いけど。やれやれ、仕方ありませんな。それでは張り切ってどうぞ。この証人には公園に帰ってもらう。ちょっと待てー、どうしたどうした、五十嵐のじいさん、どうした、なんだどうしたんだ。黙って聞いておればいい気になりよって。どうした、第二、やばい、まさかのここで五十嵐じいさん第二形態。湯飲みの汚れがなんだ、わしは絶対間違えとらん。まだ言いますか。あの若造は確かに左手でコーヒーを飲んでおった。なんでそんなにあれか、あれだ。そうなんだ、わしは全然悪くないもんね。悪いのはあの死んだ若造とそこの頭のと尖ったガキだ。僕かよ。いやいや、おじいさん、もう結構ですから。あんたにおじいさん呼ばわりされたくないわ。頼む、わしの68年の人生が完全否定されようとしてるんだよ。そんなことではない、そこまでの大事ではない。68歳なんだね。わしの言うことを聞いてくだされ。どうしたじいさん、そんなに家に帰って相手にされないか、奥さんにも。法廷で本気出してきたな、じいさん。残念ですが証人。いいだろうぜ、護道検事。ああ、護道検事。ただしこのコーヒーは16杯目だ。あと1杯じゃん。次はねえぜ。ありがたい大将、この将兵見かけよりもやりますぞ。食ってんな、豆食ってほとんど口に入ってないけど今。何これ、右手左手。アブラハムには七人の子みたいになってるじゃん。右手左手、はい、いきます。やつはメガネをかけた方の耳にラジオのイヤホンをはめとった。メガネをかけた方の耳、ちょっと待って、見よう、人物か。メガネをかけていた方の耳にラジオのイヤホンだから、左ってことか。左の方にイヤホンをはめとった。左の方ね、左耳にイヤホンをはめとった、はあ、そしてそのイヤホンをしきりに手でいじっとったのですわ。
コーヒーを飲む前にも奴はイヤホンをいじった、うん、そしてそのままその手でコーヒーを飲んだ。左手でな。もうやっぱ左手、その手のまま、そうか、左手で飲んだ。左手、それが記憶が正しい。じゃあなんで、あの、確かに、確かに被害者は左目に不思議なメガネをかけていますな。ちなみにそいつは壊れたメガネじゃねえ。スカウターでしょ、戦闘能力でしょ。コンピュータープログラマーが使う小型のモニターだぜ。モニター、テレビジョンのようなものですか。そのレンズの内側にコンピューターの情報が表示されるらしい。モノクルと呼ばれる彼らの仕事道具だ。モノクロでもカラーでもいいが、これで分かっただろう。わしがはっきり自信を持って喋っとることが。確かに嘘をついている様子は全くない。さあ白黒はっきりしてもらおうじゃねえか。ほう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 。やつはメガネをかけた方の耳にラジオのイヤホンをはめとった。揺さぶるか。モノクルですか。モノクロでもカラーでもどっちでもいいわ。モノクロでもカラーでもないけどな。そっちの耳にイヤホンをつけていたのは確かですか。うん。足のいたところからはそっちの耳しか見えんかった。そっちの耳しか見えんかった。ということは座ってる席はもう大体もう確定だな。こっちじゃない、正面図、正面図。そっちの耳しか見えなかったってことは、あのバッテン印、あそこ被害者だから、やっぱりその隣というか、ついたてのないあそこに座ってたことになるよね。隣というか。左耳しか見えてなかったんだもんね。あそこに座ってたのかな。正面図で考えれば当然だな。あ、やってくれた。やってくれたわ、ちゃんと。向かい側のテーブルからは被害者の横顔しか見えない。そしてイヤホンしきりに手でいじっとった。揺さぶろう。岡隆夫さんのことよく見ていますね。とにかく気に触ったのだ。新聞はパサパサめくり倒すわ、イヤホンはいじり倒すわ、挙句の果てにコーヒー一口でばったり死ぬわ。もっと落ち着けと、そう言いたい。もう死んじゃったんだ、もう死んじゃったんだわ。見ていたわしのまめくペースも妙に速くなっちまった。とにかく目立つ客だったみたいだな、被害者。コーヒーを飲む前にもやつはイヤホンをいじった。揺さぶろう。そのイヤホンどっちの手でいじってましたか。ああ、それがあんたあれか、左のポケットに入ってる豆をわざわざ右手で取り出すのか、シャツの左の袖にわざわざ右腕を通すのか、バスガイドさんに右手をご覧くださいと言われてあんただけわざわざ左を見るのか。3つも言ったな。そういう意味ではイヤホンをはめ取った側の手に決まってるだろうか。つまり左手ってことか。いて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 。つまりモノクルをつけた方の手、左手か。やっぱ左手なんだな。そしてそのままその手でコーヒーを飲んだ。左手でな。揺さぶろう。自信たっぷりですね。だってわし見たからな。あんたが何と言おうと。多分本当に見たんだろうな。さすがに突っ込みようがないもんな。どう？なるほどくん。五十嵐さん、本当のことを証言しているとしか思えない。それなのに、どう考えてもおかしい点がある。本当？じゃあ叩きつけてやろうよ、証拠をさ。でも、嘘をついていないのになぜ矛盾するんだ？そうなんだよな。なんで矛盾すんだ？何を突きつければいいんだ？メガネ。をつけた方のやつはメガネをつけた方の耳に
イヤホンをはめとった。メガネをつけた方の耳にイヤホンをはめとった。そしてそのイヤホンをしきりに手でいじった。ここは違うな。公衆の前にやつはイヤホン。イヤホンいじったわ。ここは何もつけつけれるものない。そしてそのままその手で公衆を飲んだ左手でな。違う。どこで何を飲んだの？やつはメガネの、ここはちょっと、メガネをかけた方の耳にラジオのイヤホンをはめとった。でもそっちの方の耳を怪我してたわけでしょ？待って。そっちの耳、左、待って、怪我してた動向はどこにあったっけ？これか。被害者がドリアに来る前に医者で処方された。あれ、耳がどうのこうのは？耳がどうのこうの書いてない？左耳の鼓膜が破れてる。でもさ、普通さ、鼓膜が破れている方にイヤホンつけるか？普通はさ、だってそっちはだから鼓膜が破れてるのは普通は右耳につけるよね。やつ、メガネかけた耳にイヤホン、ラジオのイヤホンをはめとった。これが矛盾するよね。左耳に鼓膜が破れてんだもんね。聞こうとする、絶対右耳にイヤホンはつけるはずだよね。これが矛盾なんじゃないか？だとしたら。ってことはこれ人物、あ、ごめんなさい。人物を当てればいいんかな。そうだよね、多分。いや、ここしか思い当たらんな。ちょっとここ、じゃあ、やつはメガネをかけた方の耳にラジオのイヤホンをはめとったのところで、この岡隆夫の人物ファイルで、左耳にモノクルを装着してるけど、左耳鼓膜が破れているっていう、ここをちょっと突きつけてみます。いけ。この矛盾が何を意味するのか分かりませんが、そうなんだよね、確かに。でも合ってんじゃない？じゃあそういうってことは、証人、あなたが目撃した被害者、決定的に不自然な点がある。そう、破れてる方の鼓膜にイヤホンはつけないよな。なんだと。モノクルをつけた方の耳にイヤホンをつけていたそうですね。間違いないぞ。ぶち込んで嫌がったのさ。左の耳にな。わしのテーブルからはそっちの耳しか見えんかったんだ。まあそうだろうな。そんなはずはないんですよ。どういうことだ。あなたはご存じないようで、ないでしょうね、証人。そうだね、左の耳の鼓膜が破れているとかは多分ないよね。知らないよね。被害者の左耳は鼓膜が破れていたんですよ。え？耳には薬を使用した跡も残っています。そう、被害者がイヤホンをつけるはずがない。その耳は聞こえなかったのだから。うん、そうなんだよね。本当なのか、大将。つまりそれはイヤホンをつけたのではないってこと？確かだ。ポ、あ、ハトポッポ歌う？ポッポッポ、ハトポッポ、かー。だから口に一切入ってないんだよ、豆が。好きな豆が。静粛に、静粛に、静粛に。この証人の証言はめちゃくちゃです。肝心のウェイトレスはその後ろ姿しか見ていない。そして被害者は聞こえない耳にイヤホンをしていたという。いかがですか、護道賢治。あー、さすがにそうだよね。ぐーってなるよね。カップの中の闇を濁らせるにはミルクを一滴垂らせばいい。このじいさん、そのミルクだったようだぜ。大将、人を雫みたいに言わないでいただきたい。ここに青酸カリが検出されたコーヒーカップがあります。縁の汚れから右手で使用されたのは明らかです。わしは死ぬまで叫び続けてやるぞ。やつは死ぬ前、確かに左手でコーヒーを飲んだんだ。おそらく被害者はその両方をやったのさ。右手でコーヒーを飲んだ後、左手にカップを持ち替えた。じいさんはそれを目撃したんだ。それはありえません。だったら両方に飲み口の跡がついてていいはずなんじゃない？
先ほどから何度も証言されているはずです。被害者はコーヒーを一口飲んだ直後に死んだと。そうだね、そうだそうだった、そうだった。コーヒーを飲んだて、そんなのどっちだって同じことだぜ。違うじゃん、違うじゃん。それ最後だぞ、そのコーヒー。大事なのは奴がコーヒーを飲んだことだけだ。こんな風に、いや違うで、一口ちょっと飲んだら死んじゃったんだよ。残念ながらそうはいきません。この証言の目的は証人の記憶力をテストすることでした。結果は明らかです。この証人の証言は全く当てにならない。ブワー、そうだね、そうなっちゃうよね。どうやら本日の審理はここまでのようですな。証人は確かに嘘はついていないようですが、その証言ははっきり言ってあまりにも無茶苦茶です。ささ、そんな言い方しなくてもいいではないか。くらえ、この無駄無駄、ここまでは届きません。やめろ、喧嘩喧嘩すな、じいさん同士で。検察側、弁護側にさらなる調査を命じます。それでは本日はこれにて閉廷。え、あっさり閉廷すんな。マジ？そうだよね。あ、お前かい、じいさんかい。待つのは、待ってって言ったのは。ちょっと待っていただきたい。このまま終わったらわしの立場は一体どうなるのか。立場？そこの青い若造のおかげで今やこのわしはただのすっとこちょいでおっちょこどっこいのじじいだ。僕のせいかよ。そう言われましても。実は訳あって黙っておったのだが。なんで、なんで黙ってたことがあるの。まだわしにはまだ言ってないことがある。なんだと。言ってないこと。正直なところあまり大したことではない。しかしそれでももう一度だけ勝負がしたい。貴様と誰だ。貴様だ、貴様は誰だい。豆な、投げてんな豆。豆の消費量半端ないか、やめな、それ。奥さんに怒られるよ。あと孫に、おじいちゃん、そんなに豆をいっぱい無駄にしちゃダメって言われるよ。はは、目の敵にされてるな。どうか皆さん、付き合ってもらえまいか。この、偏屈親父の思い出作りに、思い出作りに法廷来てんじゃねえっつの。悪いか。17杯目のコーヒーはもう飲み終えちまったぜ。じゃ我慢しな、我慢しな、後藤健二。いいではないか、大将。あとでわしの店に来なさい。浴びるほど飲ませてやりますぞ。あれでしょ、ハンバーガー屋でしょ。でもこの五十嵐翔平68歳、男にしてくだされ。わかりました裁判長、わかってくれたってよかったね、じいさん。こうなったら話を聞いた方が早いでしょう。あれやった、そうこなくっちゃ。すごいことになっちゃったね。カッカッカ、覚悟しろよこの若造が。わかりましたから、豆を投げないでください。やれやれ、まだやられ足りないのか。何を言うんだい。お、最後の大勝負。なんだいなんだい、何を言わなかったの。最初にくれぐれも言っておく。大したことでもなく自信もない。コーヒーを飲んだ瞬間、若造は机に突っ伏したのだが、やっこさん派手にひっくり返したのだ。その花瓶をな。花瓶をひっくり返した。お、どういうこと。あー、うん、花瓶は割れて机にかかっていた。布切れもびしょびしょになった。どうだ、さすがにこれはひっくり返せまいて。ほう、花瓶を。ほう、あの、それだけですか。花瓶、花瓶を。あの花瓶、え、割れてなくね。あのテーブルにあった花瓶のことだよね。え、それも嘘。嘘だってこれ
もうこれ倒れた後の話じゃん。あの花瓶っていうのがあれだとしたら両方ともあるし、花瓶をもうどういうこと、じいちゃん、じいさん。そうだが、わしの大事切な思い出だよ。なんだ、まだ疑っとるのか、この惨めで哀れなわしを。だってさ、ん？いえ、そういうわけではないのですが。なるほどくん、法廷中の人が何か言いたそうだよ。法廷中の人？法廷中の人って何？誰？誰のこと？多分それがどうしただろうね。この証言に尋問する僕が一番言いたい言葉だ。まあ、いわゆる豆知識というやつですな。豆だけにな。ガッハ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 。それでは弁護人、最後の尋問をお願いします。これさ、もうさ、一択じゃない？一択っていうかさ、大したことでもなく自信もない。保証の画像は机に突っ伏したのだが、ヤコさんが出てくる。その花瓶をな、紙割れで机にかかっていた布切れもびしょびしょになった。ちょっと待って、花瓶は割れて机にかかってる。ここでか。だってさ、これでこれじゃない？現場の、これ全然割れてないしね、びしょびしょでもないしね。コーヒーはもちろんこぼれてはいるけども、ちょっとじゃあこれを突きつけましょう。あ、またマイクにガサってなっちゃった。ここだよね。五十嵐さん、こいつは現場の写真です。え、さ、それがどうした？被害者のテーブルをよく見てください。花瓶ならちゃんとありますよ。うん、あるんだよな。あれ、どうなんですか、お父さん。どうなの？あんたにお父さん呼ばわりされたくない。いでででででで、でもう結構です。これ以上法廷に豆を。ああ、何、またなんか言うの？今度は何ですか？わし思い出したわ。な、何を？割れた花瓶、あれわしのテーブルだったわ。はい？いや、そのあの若造いきなりぶっ倒れたもんだから、わしも思わず立ち上がっちゃったわけだ。その時割れたんだっけ、わしの席の花瓶が。ほう、おう、じいちゃんとこの花瓶が割れた。あ、あなたの席の？うわあ、そうみたいだな。それでわしの、またぐらがしっぽり濡れそぼったわけだ。はあ、商人、ご苦労様でした。もうこっちもだいぶ黙っちゃったわ。あの、ちょっと伺いたい。結局、わしはその役に立ったのだろうか。うん、だから、前回というか、有罪判決が出ちゃった法廷で、五十嵐さんの証言が有効だったのかもしれないけど、それが無効になったことによって、ちょっと、まこちゃん側、まあ、なるほど側が有利というか、にはなったよ。ある意味、ちょっとは役に立ったよ。自分の胸に聞きなさい。くわー、まあまあ、待っていただきたい。そういうことであれば、その、あ、そうだ、なんならあの話を。法廷係官、この証人をつまみ出しなさい。待ってくだされ、わしの話を聞いてくれー。ああ、連れ出されちゃった、五十嵐のじいちゃん。さて、最後に余計な回り道をしてしまいましたが、とにかくこの場で判決を下すことは不可能です。
うんうんうん、まあそれはそうだね、そういう風になったね。だからある意味五十嵐のじいさんのおかげで、あのそういうことになったって感じはするよね。毒を入れたウェイトレスは被告人だと特定できませんでした。それに大きな矛盾点が2つあります。左手でコーヒーを飲んだ被害者とコーヒーカップに残った跡、そして聞こえないはずの左耳につけられたイヤホンの問題。かーやるね、なるほどくん。検察側、弁護側にさらなる調査を命じます。わかりました。では本日はこれにて閉廷の前に。何の前にって何？まだ何かあるんですか？先ほどの証人がどうしても自分の証言を役に立ててほしいと。あ、なんか書いてきた俳句。このように証明書をまとめてくれました。はあ、よろしかったら皆さんでどうぞ。何そのお菓子みたいに言わないで。よろしかったら皆さんでどうぞって、お茶菓子みたいに言わないで。好きにするがいいぜ。検察側には必要ねえ。護道検事さん怒ってるね。まあ無理もないんじゃないかな。じゃあ弁護人、これあげます。護道検事と私の分と3枚ありますから。それ同じものでしょ。同じもの3枚もいらない、1枚でいいよ。事件が起こった際、自分の席の花瓶を割りました。ごめんなさい。何これ。かわいいんだけど、五十嵐のじいさん。ごめんなさいって、小学生の反省文かよ。どうするの、こんなの3枚も。まあ、もらっておこう。それでは、とにかく本日はこれにて閉廷。まあとりあえず持ち越せたっていうことは良かったね。ここでだから前回はここでもうユーザー判決が1回で出てしまってたわけだから、とりあえずまだ調査をしてまだひっくり返せる余地は生まれたということで、じゃあ1回セーブします。はい、セーブしました。じゃあここからは調査をしていく感じだね。1月7日午後12時52分なるほど法律事務所。よし、じゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回また調査をしていろいろなまた証言を聞いたりして、なんとかまこちゃんを無罪判決にして糸の子さんと幸せになってほしいということで、ご視聴ありがとうございました。では次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を